本最大の湖、琵琶湖ラムサール登録されているこの古代湖には、数多くの固有生物が存在するよ。本日は、ある意味固有生物の自転車乗りたちがこの古代湖に集結する、貴重なイベントが開催されるよ。2013年3月16日土曜日、いつも平和な琵琶湖の町長浜が、何やらおかしな空気に包まれていたぜ。占拠される会議室。続々と集まる1400名を超える固有生物たち。彼らには共通点があったぜ。それは自転車が好きだということだぜ。そう、彼ら彼女らこそ固有種自転車乗りなのだぜ。一周160キロの湖と自転車乗り、その二つから大体想像のつくイベントが今、琵琶湖で始まろうとしている。春先なのにそんな装備で大丈夫か。琵琶湖一周ロングライド2013、始まるよ。ありがとうございます。どうぞ。あ、もらいました。これは普通の味噌汁。はい、はい、特産大豆の、ありがとうございます。そういう言葉が欲しかったんです。特産大豆、そしてこれはお水ですか。はい、お水。お水ですか。後でもらいに来ます。はい、どうぞ。そしておにぎりですか。鮭わかめごまですね。はい、ありがとうございます。で、白あんパンと5パン。いや、俺は絶対5パンだな。どっちか1個ですね。そうですね、おそらく。はい、5パン。あの、米の粉で、確かそこのとこ、お店があるんだな。さて、ここでクエスチョンです。マジカバの里のゆるキャラ、マジカバくん、去年は琵琶湖にも顔を出していました。ゆるキャラグランプリ2011では出遅れて236位と不本意な結果だったそうです。今回は早めの参戦だったのですが、さて、そのアジカバくん、2012年のランキングの結果は何位だったでしょうか。シャトリです。ニトリ姫、しかも自治体姫。さあ、本日は琵琶湖姫。琵琶湖と言ったらヨウムさん、最近悩んでいると聞いた姫。いえ、即某動画ではボケなのに、この動画ではツッコミ姫。琵琶湖と関係ないニョン。それに、よそはよそニョン。それでは、回答を見てみましょう。はつねみぐ。
ちょっともう一回こうですね、はい。なんで違うね。忘れていたので没収とします。そしてすかさず第2問、不思議発見。今日も懲りずにごちゃごちゃ言いながらさあ、はい、はい、ごちゃですね。去年もありました。具のないおにぎり。これ楽しみだけど、なんか嫌な予感がするんだけど、もう嫌な予感しかしないんだけど。じゃあちょっと、すみません、はい、ライス定食ないことはない。多分外れのおにぎりね。外れのおにぎりやとね。じゃあちょっとすみません、こっち側のおにぎりはどうなんですかね。今日は甘くもないな。まさかまさかない。ライス定食ないですよ。もう少しビジュアル的にないことを証明してもらえますか。こういうことですか。あ、本当だ。真っ白ですね。ご飯がおかず。ご飯がおかず。ライス定食やねこれ。ライス定食。ライスとライスでライスがダブってしまった。なるほど。この店はライスで十分なんだな。1日のペース配分が悪いことが原因だぜ。気に病むことはないで。他にどんな問題を考えていたし、それはですね、最高時の話ですね。最高時の後ろに来るん。最高時は夜方まで予測みたいやぜ。最高時に釣りがあるし、2月のショップチームのスクラードの方々が走ってくれています。コロッケとシンクレームが2つのダイオン。行列に追われた。でも、ヨーロッパの定番スニッチは食べていないし、コロッケが没収としました。うつむしごか没収としてよかったのです。そういえば、この日は生きてうつむしはどうだ。空気中年だよ。それなりに使えなかったのに、立ち上がなかったし、今後も東京パワーアップしていくからよろしくお願いしますだぜ。今年もいろんなサイクルイベントに参加していきたいよ。この日の会のイベントがあったらぜひ教えてほしいね。じゃあそろそろ時間だね。次回でお会いしましょうだぜ。ご視聴ありがとうございました。あ、赤い、乗車できてない。